海鮮好きな新潟人のインストが、今回は、朝日の、中杯、辛口焼酎ハイボールの赤梅。ね、また梅です。糖類ゼロ、プリン体ゼロ、8%、アルコール度数 8%、期間限定、炭酸強め、無果汁だそうです。赤梅って書いてあるのに、果汁入ってないんかい。2015年7月から9月までの出荷予定。今10月なんですけど、まだ売ってるんですよ。原材料が焼酎と酸味料と香料と、カラメル色素と甘味料となってます。美味しいな、か。まあ、大体、梅系のやつは大体、美味しくないという。俺の中のチューハイでは大体まずい。まあこれ焼酎ハイボールのすごいパクリの商品ですから、あんまり個人的にね、あんまりこう、進めたくもないんだけど。カラムーチョ食べよう。久々に。カラムーチョ。今日のつまみはニンニク不使用のニンニクなしなしホットチリ味。ニンニクないのになぜ美味しい？いや、俺、ニンニクマシマシの方が大好きなんだよね。あ。あ、これ、あれなんだ。トマトとチーズを代わりに入れたっぽいですね。ニンニクがないだけではなくて、その代わりにトマトとチーズを入れてるっぽい。あ、ほんとだ、なんかトマトっぽい香りがする。じゃ、乾杯。うわっ！うわっ！なんだこれ！うわっ！うわ、これは冗談じゃない、まずい。うひぇ、これは、なんだっけ。梅系の、チューハイで一番まずいね。梅系って言うとさ、あれ、焼酎ハイボールドライの、しょっぱい梅のやつと、あとなんだっけ？なんか俺前飲んだよな。なんだったっけ？あ、サントリーのストロングゼロの、あ、梅だ。梅ね。を飲んできまして、で、これでしょ？この3つの中だと多分一番こっちがまずいね。あと厳密に言うと、あれもう一つあるね。男梅サワー。まあ、男梅サワーは全然美味しいんだよ。あれはね、論外。この中だとね、焼酎ハイボールのね、やつでもまずいから。これ三つとも全部まずかったね。言っちゃ悪いけど。多分一番マシなのがサントリーのストロングゼロの梅味。これは特にまずい。冗談じゃない。何がまずいって、糖類ゼロで、って書いてあるじゃん。だから甘くないなと思うんだよ。でも飲んでみると、ものすごい、なんか、甘くないんだけど、なんか、明らかに甘味料の変なコクがあるんだよ。甘味料のコクが。不自然な、なんか、甘くないんだけど、なんか、甘味料の香りみたいな。なんだろう、これ。ものすごいまずい。どうでもいいけど。どうでもよくはないか。どうでもよくはないけど、
とにかくまずい、ね。一言言うとまずい。ということだ。あ、うまい。案外美味しい。カレムーチョ。でも個人的にカレムーチョやっぱりニンニクマシマシっていう、ニンニク使いまくってるやつがやるんだけど、あれうまい、ね。でも先ほど飲んだフルーツパンチサワー、入りひざスペシャルのやつに比べると全然甘くないんで、そういう意味だとまだ飲みやすいんだけど、で、このほのかに梅の香りがして、さらにちょっと若干しょっぱいんだよ、塩っぽいんだけど、なぜかこの甘味料のなんか変な香りというか甘みじゃないけど、ほのかなこの甘さ、うん、がするわけです。まずいね。うわ、これは焼酎ハイボールのパクリと言うだけでなく、マジでまずいわ。焼酎ハイボールのパクリとかって言っても、お前、パクって、完全にパクってんだったらまあわからんでもないけど。おかしいだろ、このパクリ。パクリ方っていうか。なんかおかしいんだよな。前もなんか言ったけどさ、これ糖類ゼロなわけじゃん。ね？ね？糖類ゼロっていうことはだよ、これを買う人間は糖類ゼロが好きだから買うんだよね。ということは甘くないのが好きだから買うんだよね。ということは、なんで甘味料入れるのかね、君は、うん。頭がおかしいのかね、と。本当に思う。だからその点、完全に焼酎ハイボールは、実に理にかなって。うん。なんでかっていうと、焼酎ハイボールはあれ、糖類を使ってるんですよ。若干。なんで使ってるかっていうと、ほのかに使ってる。うん。焼酎ハイボールはね、あれは若干使ってるんだけども、甘味料って確か200倍ぐらい砂糖の甘さがあるんだよね。同じ量でも200倍ぐらいの甘さがあるから。焼酎ハイボールっていうのは、焼酎を使った、ね、うまさ。おう。あ、ごめん、嘘です。嘘言いました。糖類もゼロでした。あれ？これ糖類ゼロだったっけ？焼酎ハイボールって。ああ、ドライ、ああ。でも、糖類ゼロ、うん。あれ、糖類これゼロだったっけ？ドライとレモンはゼロなのか。ああ、ドライとレモンはゼロなんだね。あ、そっか。あ、変わったんだ、これ。知らなかった。ドライとレモンは、昔なんか、何パーセントか入ってたかった。確か。
あ、ドライとレモンだけ糖質がゼロ。甘味料もゼロ、プリン体もゼロ。で、ドライとレモン以外の商品は、甘味料がゼロで、糖質が 80% オフだから、まあ、20% 程度入ってると。で、プリン体はゼロと。ああ。だからね、焼酎ハイボールドライは本当に、レモンもね、あれだけど。糖質がゼロで、甘味料もゼロっていう。それはもう当然なんですよ。いわゆる。俺から言わせれば。当然なんですよ。だから朝日はちょっと頭がおかしい。うん。この辛口焼酎ハイボールっていう名前からしてもう完全に焼酎ハイボールのパグリなんだけど。さらに言うと辛口焼酎ハイボールっていう名前からして、年齢層っていうか、いわゆる狙ってる、どういう人を狙ってるかっていうのが大体わかる。おっさんなんだよ。おっさん狙ってるはずなのに、なんで糖質がゼロにしたのになぜか、甘味料が入ってるのかわかんないんだよね。だからね、朝日のね、酎ハイのね、方の多分、あれとビールの担当の人間が多分違うんだ。朝日のスーパードライは美味しいんだよ。うん。ビールではよくやってんだよ、朝日は。ただ、朝日はね、酎ハイダメなの。ゴミ。朝日のね、あれ、酎ハイは全然ダメなんだ。頭湧いてんだ。これ、完全に。で、しかも大好評の理由はこれだとか抜かすからね。本当に大好評なのこれって。わけわかんねえ。嘘つくなよと。ね。感じですけど。だから多分違うんだわ。おそらく。まあ、あくまでおそらくです。多分、酎ハイのね、あれがね、ちょっと頭おかしい。うん。さっきのハイレキザスペシャルとかも、おかしい。唯一ね、酎ハイでいいのはね、やっぱ酎ハイ、ハイレキですよ。昔ながらのハイレキ、レモン。ね。ハイレキレモン。今でも売ってますからね。ハイリキレモンとね、プレーン。俺前買ったからね。うん。これ前買ったんだよ。知ってる？俺前ケース買いしたんだよ。あまりにこのハイリキのプレーンが飲みたくて。どんな味するかって。仕方ないからアマゾンだったか、どこだったかで、プレーンのね、瓶の、1リッター瓶のやつ。1リッターの瓶のやつをね。そしたら6本入りのやつだったかな。買ったんですけど、大して美味しくなかったっていう。期待した割には全然美味しくなかった。やっぱ、ハイレキはレモンですね。うん。うん。レモンは美味しい。でもこのハイリキプレーン、某酒屋でこのまま出されてるらしいですから、1リッターの瓶で。で、しかも追加なんかライムをこう絞って、それをプレーンを注いで飲むっていうのがあれらしいです。そこの酒場の、ね。まあ、一般常識らしいです。だから俺もそれを真似したかった。
ライムを入れるとそれなりに美味しいんだけどね。普通にそのまま飲むと全く、なんか、焼酎ハイボールの劣化なんだよね。うん。さらに言っちゃうと、もう自分で焼酎、入れて炭酸水で、焼酎ハイボール作って飲んだ方が美味しいですっていうレベルなんだよね。完全なる劣化なんだよ。だから、まあ、あんま買わない方がいいです、これ。まあ、言っちゃうけど。でも、ハイリキのレモンは美味しいんだよ。うん。これ美味しいんだよ。ハイリキのレモンは美味しい。ただ高いんだ。どうでも良くないけど、高いんだ。とりあえず。で、高い割に別にそんだけうまいかっていうと、大してうまくない。だから、最終的に言うと、ぶっちゃけどれぐらい高いかっていうと、缶チューハイのレモンっていうか、缶チューハイシリーズ。あれと同じ値段だから、普通のチューハイの 1.5 倍ぐらい高いと考えてもらうと、わかる。一缶150円するからね。で、そうなると、明らかに缶チューハイレモンの方が、軍配が上がってくるわけですよ。ね、俺の大好きなね、会社のね、宝の、缶チューハイレモン。ね。になってくるわけだ。つまり、ハイリキはもう、言いませんってなる。しかも、どこにも売ってねえし。そもそも扱ってる店が少なすぎるんで。ネットでしか買えないっていう、ハイリキ。でもって、お前。ハイリキザスペシャルストロングは、シリーズはまずいし、甘ったるいし。甘いし、甘味料使ってるし。糖類も使ってるし、全然ダメ。お話になりゃしね。ざけんな。いう話ですよ。だから、やっぱり、まあ、でも安くてその分100円で買える焼酎ハイボールシリーズ。これやっぱ美味しいです。確かに、缶チューハイよかは、あれだけど、缶チューハイレモンに比べると、ってなるけど、うまさで言うとそこだけど、コスパで考えると最強。まあ、焼酎ハイボールのドライ。うん。やはり俺が押すのはやっぱドライなの。個人的にやっぱドライ。うん。これよ。うん。焼酎ハイボールドライ、これよ。これを、冷蔵庫でキンキン冷やしつつ、氷を入れて、飲む。あえて氷を入れるんだよ。俺はね。
なんでやん。なんでなんだろうねっていうか。まあ、炭酸が抜けるんだけど、その代わりね、こうなんか食べながら飲んでると、やっぱどうしても時間がかかる。で、やっぱぬるくなってくると、ぬるくなると本当に美味しくなくなるんで。うん。そこだね。やっぱね。ぬるくなるよかは、冷えてた方が美味しい。うん。ので、うん。ほんと焼酎ハイボールドライはマジ神がかってるもん。で、最近、このイヨカン割りがまた神がかってんだ、俺が。これがなぁ。これが案外美味しいんだ。あの、似たようなんだと、ほら。イヨカンじゃなくてさ、みかん割りみたいなのがあったし、なんか夏缶はなんかな、イヨカンじゃなくて何だったっけな。あれとは違うんだよね。ああ。なんか、こっちの方がドライ感があるんだよね。イヨカンがいかにこのドライ感があるか。っていう感じです。本当に今だけね。今の時期だけですよ。イヨカン割り。イヨカン、いいか。イヨカンだぞ。イヨカンなんか、見た目なんか結構パグリ商品じゃないけど。焼酎ハイボールも結構人気なのかわかんないけど。結構ね、似たようなのがあるんですよ。ねえ。イヨカンだからね。結構あるんだよ。たまーにね、なんか、なんだっけ。なんかあるんだよな。イヨカンじゃないの。みかんっぽいの。みかん割りみたいの。とかあるんだよ。あれはね、違うんだよ。イヨカン割りがうまいんだよ。うん、だから、この焼酎ハイボールシリーズだとね、非常に紛らわしいのとして、シークワーサーと、あと、ライムっていうのもあるし、で、カボスっていうのもあるんだよ。お前、カボスとお前シークワーサーなんて何が違うかなって、お前、ぶっちゃけ何なんだよって。みんな、俺、現物もらえ、持ってきてもわかんねえよっていうレベルのやつがある。ですよ。しかも、ライムも大して変わんねえだろ、これ。ライムとカボスと、お前、シークワーサーって何が違うんだ、俺にはわかんねえよ。多分、味そんな変わんないだろ。絶対、現物見せられないで液体だけ出されて、これカボスの果汁です。これライムの果汁です。飲み比べて、どっちがカボスか当ててくださいなんて言われたら絶対わからん。自信があるよ。ただしこの焼酎ハイボールシリーズ俺のマニアから口、マニアのあれで言わせてもらうと、マニアだからこその、これはね、非常にまずいのがある。非常にまずいっていうか、まあ、まずくまん、まあ、どう見ても、これ外れだなっていう商品がある。それは多分、俺の中だと、ラムネ割りと、梅干し割りと、ぶどう割り、そしてジンジャー。この4つですね。まあ、梅干し割りはそれなりに、わからんでもないんだけど、ただなんか、あー、
ってなるんだよね。なんかこう、わからんでもないんだけど、あーなんかこう、やっぱないなってなるんだよ。まあこれはまだマシ。ただラムネ割とね、ブドウ割とジンジャーに関しては本当に冗談じゃない。本当にまずいんだよね。別にうまくはないんだよね。少なくともうまくはないんだよ。梅干しあれはまあ、まあ割り切れば、まあ、まあ美味しいと言えなくもないなっていうレベルなんだ。ラムネ割りもね、普通にまずい。普通にまずい。普通にまずいっていうか、ただラムネで本当にただ、はあ、ラムネ、うん、ラムネ、うん、ラムネです。っていう感じなんですよ。だから、何のひねりもないんですよね。ひねりもない上に、そこら辺で適当に三ツ矢サイダー買ってくればいいだけの話になるんですよ。まあまあ、ここまでね、いろいろ長かった。長く話しましたけど、あ、まだ俺飲んでなかった。うわ、この甘味料まず。うわ。気持ち悪くなるな、これ。なんだこの甘味料の香りと、お前。へんてこな甘みのような。あれは。まずい。まあ。さっき飲んだフルーツパンチサワーよかマシか。まあ、マシということで、二つ星にしといてやるか。はい。1、3、4、2です。ご視聴ありがとうございました。